ご視聴ありがとうございます。 SEC はなぜたくさんある仮想通貨の中からビップル XRP を狙い撃ちにするのか疑問に思ったことはありませんか？今回気になる記事が出ていたので紹介します。JP モルガンはイーサリアムをプッシュしたい。これが SEC が XRP に行く理由ですか？XRP コミュニティのメンバーは、リップルと XRP に関する SEC と JP モルガン間の通信に関して、情報公開法、FOIA、の要求を提出しました。SEC は機密保持協議プロセスの必要性を理由にこれらの記録の公開を遅らせました。情報公開法とは行政機関が保有する情報を公開することを定めた法律です。この法律により行政機関が保有する文書や記録、データなどの情報について個人が請求することができます。XRP コミュニティのメンバーは SEC と JP モルガンの間の直接のコミュニケーションがリップルラボ社に対する2020年12月の訴訟につながったと信じているため FOIA リクエストを提出しました。SEC はJP モルガン、リップル、XRP に関連するドキュメントのリリースを再び延期しました。彼らは今、3月末と言います。疑わしい。そこで私は、FOIA、擁護者に連絡を取り、法廷で SEC を追及しました。SEC は、検索結果を受け取り、それらを検討していると述べています。どうやら、機密扱いが必要な対応のレコードがあるようです。つまり情報公開のリクエストを受けて、SEC と JP モルガンの間に関する文書や記録、データなどに大量の機密扱いの記録があったということになります。そもそも、なぜJP モルガンが絡んでくるのかと思い調べてみました。 JP モルガン、チェースは JPM コインという独自のデジタル通貨を開発しました。仮想通貨とは異なり1対1でアメリカドルに換金できるとされています。ステーブルコインみたいなものですね。 JPM コインは JP モルガン、チェースが保有する機関口座間での支払いを瞬時に転送を可能にするために使用されています。そうです、気がつきましたか。ほとんどリップル XRP と同じような役割です。そして次が問題です。 JPM コインはイーサリアムブロックチェーンのエンタープライズ版に構築されています。え、そうです、JPM コインはイーサリアム上のブロックチェーンを利用していたのです。つまりこの分野で先行しているリップル XRP がライバルとも言えます。自分たちの JPM コインとって XRP は目の上のたんこぶ、つまり将来の商売上の邪魔とも言えます。 XRP がなくなれば世界一の銀行間転送のコインとなれる可能性があります。だとしたら SEC をそそのかす立派な理由となります。まあ裏読みすればキリがないですが、
SEC がビップルを狙い撃ちにした理由がそこにあると XRP コミュニティの中にはそう考えている人がいるということです。別の文脈でそう述べている判事もいるようです。本日の XRP 動向です。パフォーマンスでは3月末に判決が出なかった影響でしょうか。1週間のパフォーマンスがビットコインとイーサリアムに抜かれてしまいました。過去には下落要因になったシルクロードの欧州ビットコインは動いておりません。このビットコインは必ず23年度中に売却されるので注意です。エスクローの3億枚も今のところ動いておりません。 XRP 新規アカウント数も一定数で落ち着いているようです。今回は SEC がなぜリップルへ向かうのかについて紹介しました。